こんにちは、もちおです。今回は教員の年収について説明をします。今後教師になりたいっていう人もいると思いますので、その人たちに向けて教員の年収について、元教師の僕が説明をします。20代後半の中学校教員のある年の年収について説明をします。4月は34万5 0 0 0円もらってました。5月は35万。 6月は34万5千円で6月にボーナスが出ますボーナスは71万5千円でしたで7月34万8月は35万で9月は34万円10月35万5千円もらいました11月35万12月35万でここでまたボーナスが出ました75万円でしたで1月は35万2月は34万5千円 3月は34万5,000月によって月収が変わっているのは部活動をやってる量が月によって変わるからです部活動土日にあるんですけど部活動4時間やるとだい3,000円ぐらいもらえるのでその部活動の日数の多い少ないによってそれぞれの月の月収が変わっていますこれら合計すると約560万円でした20代後半の中学校教員の年収はだいい五560万円ぐらいですまあもちろん地域によって違うと思いますで 年収560万円ですけどもちろんここから所得税や住民税社会保険料などが引かれますので実際の手取りはもっと下がりますここまで聞くと20代後半年年収560万って一般的な年収より高いなって思うかもしれませんが実際働いてみると働いている分に対して正当に対価をもらっているっていう感覚は正直言ってないですなので、まあ、それについて今から説明するんですけど この20代後半で年収560万っていうことだけを聞いて教師になろうって思わない方がいいと思いますなんで働いている分に対して正当な対価をもらってるっていう感覚にならないかっていうと残業してもしなくても年収が変わらないからです、まあ、言い換えると毎日17時に退勤しても毎日20時に退勤しても毎日22時に退勤しても年収は変わりませんつまり残業代っていうのが支払われないことになっていますなぜかっていうと給得法 と言われる法律があるからです 給得法について詳しくはまた別の動画で説明しようと思ってますが、簡単にどんな法律かっていうのを説明します。大きく2つです。時間外勤務手当は支給しない。その代わりに月給の4%を教職調整額として支給します。という法律です。このような法律がありますので、いくら残業しても、いわゆる残業代っていうのはもらえません。じゃあそんなこと言うんだったら、残業しないでさっさと帰ればいいじゃんって思うかもしれませんけど、実際の教員は、ね、勤務時間内で全て仕事を終わらせて、 勤務時間終わった瞬間に帰るっていうのはなかなか難しいですなので結局月収の4%っていう少ない残業代で残業することになります 先ほど年収560万円で月収だいたい35万円ぐらいもらってるっていうふうに言いましたけどこれ月によっては100時間残業してますそれでも月収の4%ですのでたい1万5,000円の残業代ということになります厳密に言うと残業代っていうことではないんですけどあくまで教職調整額っていう名前なんですけどまあ実質は残業代で要は100時間残業しても1万5,000円しか新たにもらえないっていうことになります。 なので、働いてる分に対して正当に対価をもらってるっていう感覚は正直ないです。20代後半で年収560万円っていうと、すごいもらってるっていうような感覚にもしかするとなるかもしれないんですけど、実際教員として働いていると、全然もらってないなっていう感覚になってしまいます。ちなみになんとか主任になると、1日あたり数百円の特別手当、主任手当がもらえます。 ただ、主任になって負うことになる責任の量を考えると、1日あたり数百円っていうのは正直少なすぎるなと思います。で、僕もあの学年主任の先生見ていて、これ1日数百円でこんな責任重いことやってるのかって、なんか申し訳なくなりました。また、担任になっても特別手当はつきません。つまり年収は上がりません。担任と副担任では仕事の量ははっきり言ってかなり違うんですけど、担任になっても特別手当はつきません。 これから教師になろうかなと思っている人に向けて最後に話をします。20代後半で年収560万円っていうと多分一般的な平均の年収からすると高いと思います。その平均より高い年収を求めて教師になろうかなって思うのは違うと思いますのでもしその年収がいいなと思って教員になろうと思っていたっていう人は考え直した方がいいと思います。その理由は先ほど説明した通りです。働いている分に対して正当にもらっているっていう感覚が全然持てないからです。 で僕も実際子供のために一生懸命働いててボボロボロになっいる同僚の人を見ましたいつも朝しんどそうな顔で学校に来てでも生徒と一緒にいる間は笑顔で頑張ったりしていてで生徒が下校した後またしんどそうに仕事をしているっていう、まあ、そういう教員を見たことがあってもうなんかそういう一生懸命やってる教員のためにももっと給料を上げてほしいなって正直言って思いましたじゃあ実際給特法を廃止すればいいのかっていうとそこもなかなか難しいとこではあります はい、以上教員の年収について説明をしました動画を見てくださってありがとうございましたこのチャンネルでは教員や保護者や生徒向けの動画をこれからも上げていきますもしよければ高評価やチャンネル登録をお願いしますあと Twitter やブログもやっていますのでそちらも併せて見ていただけると嬉しいですではこれからも頑張っていきますので今後もよろしくお願いします後ちおでしたさよなら